好きです、付き合ってください。付き合うわけあるか。そんな。はい、というわけで今回のひらめきラボスタートしていきます。なにこれ。なんか持ち手だけ生き生きしてるんだけど。あれ、え、どうしたの後ろ2人。いや、こっちのセリフだけど。何してんの2人で。今の告白、うん、こんな告白じゃ胸キュンするわけないじゃないですか。知らんよ、そんな。知らんよ。あなたたちの職業は何ですか。謎解きクリエイター、はい、ですよね、うん、謎解きを使ってもっと胸キュンする告白をしてくださいよと。ほう、今回はいかに謎を解きで胸キュンをさせるか、胸キュン謎選手権、はい、やる気を出せ。ちょっと打ち合わせが止まった。あ、俺、ええちょっと打ち合わせ、飛行機の時間が飛行機乗って乗らないでしょ。え、どこ行くの。これ普通君がやってるだけじゃないの。違うんだよ、私も胸キュンさせろよお前ら。今回のね、ルールはね、とっても簡単です。相手を胸キュンさせる謎解きを作ってください。ほう、はい、例えば、まあ、お手紙だったり LINE でのメッセージだったり、本当に何でもいいので、とにかく相手を胸キュンさせる謎を作ってきてください。で、制限時間は30分。短いよ。物は何でも使っていいです。もう足りなかったらコンビニへ走ってきても大丈夫です。30分で、はい、あるんすかご褒美。あります。何ですか。何すか。それ言ってくんのって無理だよ。それ次第だな。だってこの前みたいにペヤングとかあるからさ、うん、あー、え、それは最後でしょ。もちちゃん全おごり。よっしゃ。よし。え、コースはこっちは決めていいんだよ。罰ゲームは。罰ゲーム。罰ゲーム何。罰ゲームはビンタ。物理。罰ゲームすんなり決まったんだけど。いや、さっきね、僕手やられたんだけど結構痛いよ。え、本当にビンタ。はい、ということで皆さん準備はよろしいですか。準備すればいいの。じゃあ準備よろしいということで。本当に。じゃあ胸キュン謎解きスタート。残業中です。あの、あれ、あ、いや、頑張ってる。頑張ってるんですよ、あの、慣れない仕事なんで。あー、なるほどね。思いも大きいしね。もういいです、それで。もういいです。はい、じゃあ、わちくん、ひまみももこさん、はい、僕の気持ちを受け取ってください。あ、ありがとうございます。ちゃんとお手紙です。なにこれ、めちゃくちゃ長いお手紙来た。え、すごい。じゃあちょっと読んでみましょうかね。読むの恥ずかしいな、そういうのあると。岩見桃子さんへ、自分の気持ちを抑えきれず手紙を書いてみました。ちらちら見んなよ。仕事を一生懸命にやる姿に一目惚れしました。いつも横から見ることしかできてませんが、あなたの生き方を見習いたいなと思いました。相性診断というものをつけておきました。それをやって答えを聞かせてください。返事はいつでも大丈夫です。僕は待ってます。え、おー、なんだって。すごい、相性診断、はい、はいはいはい、後ろの方に相性診断があります。見てみましょう、とりあえず。はい、あ、ドキドキ相性診断からやればいいかな、はい、名字は4文字以上、イエス、ノー、あ、ノー、ノー、ノー。僕のことは好きですか。違うな、どっちもいいですよ、じゃあ。あ、じゃあノーか、素直に。ノーか、素直にノーだ。この謎に繋がるわけですか。はい、D です。じゃあノーなら、じゃあ D、 ノーなら D です。はいはい、2、4、いえ、うん、3、4は上矢印、上向き矢印、はい、1号は何でしょうか。はい、お、あ、わかった。何ですか、答えは。1、2、3、4、5で多分あ、ゆえおだから、はい、あ、お、はい、あ、お、はい、ちょっとこれ読んでもらっていいですか、文章。ハテナの色を上から読んで、ハテナの色、青色は、はい、は、お、この手紙にありますね。はい、あります。あ、遊ぼ、はい、おー、ま、すごい、まあ、僕のことが好きじゃなかったということで、じゃあ遊ぼうと無難にいきました。すごいすごいすごい。ちょっと僕のこと好きでいる手でやってもらっていいですか。すごいな、すごいな。もしかして答えが変わるんですか。謎がまず C ですよね。 C です、僕の好きやった場合ね。 C、 はいはいはい、1、2と3の色上から読んで、はい、え、あ、これも語順表ですね。はい、そうです。1、2、3を読むと、あー、かー、き、そうです、で、1、2、3、あ、赤と木の色上から読んで、はい、赤と木の色上から読んでください。はい、読みます。つきあってください。はい、すげー、すごい、すごい、すごいでしょ。うん、ただ待ってください、
もう一個あります。え、もし仮にここ結婚した場合でもう一回やってもらっていいですか？怖い怖い、ちょっと怖くなってきた。仮に結婚した場合でやってもらっていいですか？仮に結婚した、仮に結婚してください。じゃあ僕と結婚してということでですね、私の名字が変わって渡辺さんになるわけです、ね、はい。そうすると相性診断もありますか？相性診断、名字は4文字以上イエス。おお、あれすごい、えすごいな。え、名前に果物は入ってますか？桃なので入ってます。はい、 A、 あ、 A の問題ですね。この謎は何だろう。え、これ渡鍋はてなはてな子、あもしかして結婚した私の名前じゃないですかね。入れてみましょう。桃、え、桃、桃の色を後ろから読んで、はい、一生横にいて。すごい、すごい、ありがとうございます。なにこれ、すごい、すごいです。やりました、発注。思ったより素晴らしいですね。いや、なんか何も否定する要素がなく、手紙もなんかちゃんと文章になってて、気持ちを伝える文章になってますし、すっごい頑張った。そこが一番大変なんですね。ちなみにすごい、うん、まあ、B の問題でもですね、うん、答えが出るんですけど、これはまあ視聴者の皆さんやってみてください。渡辺君結婚して名前に果物入ってない場合の人はできる。そう、できます。はい、はい、はい、じゃあ続いてミヤです。はい、僕からはですね、はい、手紙だけだと気持ちは伝えきれないだろうということで、プレゼントを、プレゼント用意してきました。あら、嬉しいですね。はいはいはい、めちゃの形のプレゼント、すごいですね。はいはいはい、2つのハートがあるので、ちょっとそこの裏に僕の気持ちが隠れてるので、すごいな。あら、何これ、どうやって折ったの？いや、すごい、まあ、折り紙の研究者をしてるってところで、僕のアピールにちょっとしてみようかな。そういうことか、なるほどなるほど。ちょっとやってみてよ。そうですね、ハートの2つのハートの裏に、僕の気持ちが隠れてる、僕の気持ちが隠れてる。はいはいはい、これ開けちゃっていいんですか？もちろんもちろん、パカンってやっちゃって。おー、おい、おしゃんだぞ、あいつ。おしゃれ、なにこれ、同じものが出てきた。おい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 、本当の、え、同じ模様のね、ドロップが出てきました。バカ腹立つな。かわいいな、これ。はい、っと、はい、ちょっと待って、ちょっと見せてくれよ。一人で楽しむなよ。一人で楽しむなよ、見せてくれよ、お前。いや、見てください。何？シンプル好き。シンプル、すごい、やばい、俺やんか。おいおいおい。あの、気持ちもこの世、飴のように甘い気持ちがね、甘い気持ちがね、込められてるということです。そう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 、甘いというか、甘酸っぱいだけどな。はい。さ、もちちゃんさ、はい、ちょっとね、小説など作ったから、はいはいはい、書いてもらいたいんだけど、いい？作ったからテストしてほしいだけだから。ああ、そっかそっか。え、君これで何社目？もう何社目か。でも記者になりたいんです。へえ、君の得意技は？スクープで結構役立つと思います。パパラッチの前列取りできます。高所恐怖症でもないんで、高いところも余さず取るし、あとはバックから盗撮もできた。何それ、もっと記事の中身をさ。もういいよ君。こうして男は振り返らず、ただ軽く会釈をしつつ、笑顔を作りながらその場を後にすると、歯を食いしばったまま面目なさ、面目なさをこらえ、はい、そう、読めなかった。マイナスポイントです。続けてください。いや、これで終わってたまるか、すべてうまくいくから言い聞かせながらため息を一つ出す。理想はすべて捨てて捨て行き、でも妥協で死んでもやりたくもない仕事を口に出し、ただどうしようもなく辛かった、うん、はい、え、あ、え、うん、ちょっと解いてほしいのは、うん、この小説の後に、うん、ちょっと謎がね、入るんですよ。はいはい、ちょっと解いてほしくて。なになに、得意技、パパ、高いところ、バック、第2段落の各文の123。はいはいはい、え、でもパパなんとかで、パパラッチの前列取りじゃない？うんうんうん、そうね、ラッチの前列取り、あ、入る入る。で、高いところ、あ、高いところも余さず取る、うん、も余さず取る、あ、入りますね。で、バッ
ック、バックは、あ、バックから盗撮もできた。バックから、から盗撮もできた。あ、入るね。で、1、2、3を読むと、あー、頭。うんうん、で何？あー、第二段落の各文の頭か。うん。あ、あ、そっか。こうして男は振り返らず、で、1文。うんうんうん。で、その頭を読んでいくと、こたえはん、めいすい、うん、めいすいりでした。すごい、おー、おー、あ、すごい、めいすいりでした。うん、はいはいはい、おー、すごいすごい、これでチェックできたわ、ありがとう。あ、終わり。うん、大丈夫。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。終わったな終わったなあれ、いや、この仕掛けは実はですね、はい、何、すぐ解けなくていい仕掛けなんです。え、多分ね、すぐこの問題を見て、うん、ピントは来ないと思う。なんで、なんでかっていうと、うん、あるものを見なきゃいけないから。え、どういうこと、ちょっと待って待って、何、怖い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 。なんか携帯使って日常的にやってることないですか？ツイッター冗談だね、ツイッターって毎日見るよね。ツイッター毎日見る。で、自分のツイートってたまに振り返らない？あ、振り返る振り返る。そしたら、もしかしたら気づくかもよ。え、その時おい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 、キモいぞ。どういうことどういうこと、キュン超えて怖いぞちょっと2回おー、え、ちょっと待って、マジで言ってる。え、うわこれこれあった。私の1歳の記録をうちの母がなんか得意技でこう書いてたんですよ。で、一つが高いところから飛び降りる、2つ目がバッグの中身を全部出す、3つ目がパパの財布を見つけるっていうね、私の昔の悪事がね書かれてたんですけど、え、パパバッグ高いところが全部、そうっていうのを多分この謎解いてしばらく経って自分のツイート見てるときに、あれ同じだってなる。エアコン引きすぎじゃないちょっとやめて、マジでちょっとやめて、階段じゃないから階段じゃないから、渾身の作品なんで。意味が気づ、意味に気づくと怖い話やめてくださいじゃあこの時僕らいないからね、はいはい、家に帰って自分でツイート見てて、だとしたらもっと怖いよ一人なんでだ よ, よ、なんでだよ、えって、ひょっとしてってなるじゃん。ひょっとしてだとゾワゾワゾワ、いや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 、解き直すと、うん、第二段落の各文のラストになるんですよ、うん、ほ、うん、え、もう一回ラスト見ればいいってこと、ラストで見ればいいってことだよね、うん、ず、ちっちゃい字ですか、ずっと前から好きでしたどっちどっち、 どっち、その感じはどっち、ゾワよゾワゾワだよね、怖い、そんな怖い、続きとしては何回もですよ、本当に素晴らしいですよ、うん、どう思うそんな問題作これシャルさんどう思う、シャルさんとちょっとあの本コアあの私が解いた中で今年度一面白い謎解きだった、うん、分かる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 、以上です今年度一面白い謎だよ、評価高いよこれは、評価は高いです、評価高いよこれは、すっごい高い、めちゃめちゃ面白いんだけどキュンじゃないの、評価マックスじゃん、キュンなのキュン、心臓キュンってなるの、胸キュン、胸キュンだね、心臓キュンってなるそれではただいまから、もちちゃんによる、結果発表をしてもらいます。でも結果見えてるよこれ、はい、だって今年度一応面白い謎作ったんよ、静かにしてください。え？あくまでももちちゃんがキュンとしたかどうかだね。でいいですか？あ、そうですね、はい、では、男性陣目をつぶって右手を前に差し出してください。それではもちちゃん、1位の人の手を取ってください。おおおおおお、やったー1位はあ、待って、嬉しいわいやもう文句なしの1位ですね、文句ないって、うん、いやもう本当にストレートにこのメッセージがまず嬉しくて、まあ一通り読んだ後に、お、なんだろうなんだろうっていうワクワクもあり、で最後にもう一回気持ちをね、ストレートにあの謎として伝えられるっていうところがね、もう本当に素晴らしかったですね、文句なしです。
もう一回やってもいいよ。もう一回やっても、第2回やってもいいよ。二、うん、人でやって勝つ。それでは、2位の人を選んでください。というわけで、胸キュン選手権2位はミヤ、最下位が松丸。さあ、なんで？え？待って、わからんわからん。これはね、評価した人が悪い。これはね、評価した人が悪い。いや、みんなそうだよね。みんな一番、ね、いやいや、これは評価した人がもうコメント終わるよ、これは。じゃあ、2位のミヤから好評お願いします。いや、もうね、まずもらった時のインスピレーション、かわいいなっていうところもすごい、プレゼントだよって言われるのがすごい嬉しいし、で中からこの同じ形の飴が出てくるのもなんかサプライズですごいいいなと思いました。で、好きって2文字だけですごいストレートに気持ちが伝わるのも純粋に嬉しいなっていう気持ちになりました。で、いいと思います。おー、ありがとうございます。嬉しくない？嬉しい、嬉しいよね。じゃあ、なんでなんで最後、なんでですか？最下位だった。なんとしては今年度一応面白かったって言ってた。そうなのよね。でさ、自分のツイートよ、自分のツイート。だからのよ。ドキッてしない？だからの。いや、ドキッとしたのよ。解けた瞬間に、逃げようかなって。というわけで、罰ゲーム執行します。右か左かどっちがいい？残らない方で。人生でビンタされたことは？ないです。うわー、ないんだって。本気、本気ビンタない。初ビンタがこれ。本気ビンタでお願いしますよ。やるからには本気でいいよ。あ、もちろん。言うまでもない。松丸くん。はい、それでは参りましょう。罰ゲーム執行です。ちょっと待って。かっくいしょうとい、口閉じて。付き合うわけあるかあるかパッチンじゃなくてドスの方だった。待って、シンプル痛い。これそうですか？これそうですか？もしかしてこの赤いのリボン、そうですか？あのね、ちょっと脳が揺れました。はい、ということで今日の動画は皆さんいかがだったでしょうか？励ましてくれる人は高評価。こんな謎もらいたいっていう人はコメントもよろしくお願いします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。痛い。